フライトは。で、マイナス8点は何かっていうと、変な引っかかりとか、変な滑りが発生すること。でね、おすすめね、あれっす、鬼っすね、2位が。2位がマジで鬼。こいつは爆発力が強すぎる。ただ、一つ言えることは、俺、推しが来た、推しが。一つ言えることは、初動をどんだけ切れるかが結構鍵になってくるかな、鬼は。鬼はね、一見難しいように感じるけど、使ってみたらね、意外にそうでもない。ちなみにパッドでもできるキラーだから、おすすめ。パッドで一番おすすめかな、鬼が。まあ、レイスも一応おすすめなんだけど、餅つきになりやすいんだよな、最後。ケースで勝てなかったらね。読み合ってるやん。よっしゃ。この岩使おうぜ。ボルグはこの岩が最強だから。あ、超罰。これ超罰ついてる。これディレイが早い。叫ぶのが早い、これ。これ電撃打ってくるやろ、これ。はい、これ読みね。で、これ高刺激電極があって、電撃広いやつがついとるから気をつけよう。で、こっちに板のがついてるから、こっち行く。はい、超発高刺激電極ね、確定ね。で、これ距離が取れないから、距離を取らないで、ここまで行ったら、あ、無理や、惜しい。あと 0.2 秒、あと 0.2 秒で倒した。惜しい。時間計算狂った。相手の渇望の方が先に溜まってたから、この岩使って、で、超罰高刺激は小屋弱いから、こっち倒せない。待てよ、倒せずに倒そう。まだ今の倒しちゃうとね、逆イカルさん死ぬから。まだ、これまだ。こっち。ちょっとテンポずらそう。まだ。じゃ次電撃打ってくるよ、絶対。まだ。これ倒さないよ。次行く。短い方行く。次。ちょっとね。まだ、これキープ。はい、次倒す。この距離感は次倒す。で、渇望まだゼロだから、まあ、離れるからね、これ倒れちゃったら弱いから離れる。 OK で、これ距離 OK、 ナイス。で、今のはね、小屋行っていい、距離が離れてるから。で、電撃スルーして小屋板行って、で、突っ込んでこないから、もう一周外周回ってこの板につなげる、最後で、もっと距離が開けたらこの岩をもう一周、今のは電撃を当てる位置によって変わるからね、チェイス方法が。で、今のね、アドオンが高刺激ついてて、電撃広いやつと懲罰でディレイ、あれ懲罰多分レベル2以上は絶対あるんだから、あるからあれ。ディレイが短いから、そのディレイを見た方がいい。このドクターの人はね、ドクター結構使ってる、でも。電撃当てる位置がね、めっちゃいい、この人。最悪。ああいう時もう素早く出てもいいよね。だからちょっと俺騒音とか言われそうで怖いから、スタグで使う時できるだけロッカーバーンって出ないようにしてるんだけど、いいよね、出てももうあれは。避けて、持ってこない。長い方と短い方があるから短い方も使おう。
グロヒゲキッキーパス始まってる。おお、綺麗な懐です。あ、ごめん、ストーリー綺麗な懐やな。京明さん、しびとさん、マジですか。透明さんにしびとさんですか。まずい。あらららら。ファイヤー出てるよ、次は。おい、マジっすか。まあ俺が最速飛びできなかったのが悪かったね、今のは。でも前田敦子もびっくりやで、今の。早くしよう。ロッカーイン。ちょっとあそこ海で切られちゃったら嫌なんで戻ります。これドクターも優先順位低いな。ここチャンスや。多分フロアワンチャン。無理かな、さすがに。無理やな、ちょっと遅い。遅いっていうか無理やね、距離的に。はい、死人を使ってジェノを蹴らせない。あ、なんかダウンしてる。ギリギリまでこっち寄せることで向こうの発電機を回させよう。怖い。これ突っ込んでくるぞ、粘られたから。よし、いいぞ。これチェス取って意味わからんところ行こう。これ意味わからんところ行って通電させよう。ジェイク回してたよな、もう一台。あー、シビト食らってんのか。ジェイ、ジェイシビト食らってるわ。なるほどね、ここ気になってきてもいいよ。来ない、ダウンストリー行くな。オッケー、通電するな。でもいや、J の方行くな、ワンちゃん。ナイス。ワンチャン、ワンチャンポンサービス、ワンチャンポンサービスある、これ。おぉ、持つんか、マジか。素直に持った。ワンチャンポンサービスある。はい、神。あらした。Ah!
しいぞ。お楽しみワンチャンあるか。後ろ見たらいける。ゲート開いとんか、そもそも。開いとるわ。ナイス？ナイス？ナイス？やばい、これ間に合うな。誰か死ぬな。やばい。俺や。死ぬの。まずい。おっと、おっと、ここでハッチの神、ハッチの神になってしまった。ハッチを吸い寄せてしまった。クロバットとゴシエキだ。